はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビーチです。では今回はパワープロ2010年 A 館9、続きをプレイしていきたいと思います。夏の甲子園大会予選になりますね。もうそろそろね、納金プレイ、納金縛りの中で、甲子園優勝で、取れよという声も聞こえてきそうなところになってますんで、今回はまずはね、甲子園大会出場、そしてその後は甲子園優勝を目指していきましょう。まず1回戦目、習志野高校総合戦力いいですね。これは一周していきましょう。今回の張り切りボーイはね、内川になっています。内川のホームラン、ただですね、打たれていて7対4と3点ビハインドになっています。ピッチャーが打たれてしまったのかなっていうところなんですけどね。7対7と同点まで来ました。一時は1対6と大量5点ビハインドだったんですが、同点まで追いついてきてますね。ピッチャーがね、少し心配な状況なので、後でピッチャーの状態、これに関してはね、確認をしていきたいと思います。はい、1回戦目これで勝利ですが、7対10と総合戦力 E の高校相手にね、少し苦戦、打ち込まれた印象があります。特に心配なのが被安打ですね。14安打食らってるんですよ、序盤。特に1回2回で、これだけね、ヒットを集中されているという状況なので、まあ本当に心配ですね。では先発の山添くんなんですけども、ご覧のような能力です。スタミナがもうすぐ D ですね。シュートドロップカーブの変化量が2と少ないんですが、直球は170キロ、これはね、納金プレーなのでしょうがないのかなと思うんですけど、それにしても少し打たれすぎな感じがするよね。学力は高そうですけどね、選手としては。あとはそうだな、もう一度見ておくとすると、疲れがどんくらい出ているかとかもそれくらいですかね。では第2回戦目ですね、総合戦力で阿鼻子伝高校との一戦になります。4番5番の北野昌司、ホームラン35本、打点80オーバーという超強力な高校ですね。今回の張り切りボーイは1番の柳谷くんです。この打線、このチーム相手に勝つには先制逃げ切るしかないかなと思うんですけどね。そういう意味では今ね、先頭打者でホームランを打ってくれたので、かつ追加点もね、取ってくれているという状況です。5回の裏2対0と2点リードを守ったままですね、ここはワンアウトランナー2塁1塁というところから、これはタイムリーヒットになりますね。1点差と迫られています。これは大きい当たりだ。代打牧山の当たりは入った。代打ツーランホームラン、この2点は大きいですね。これで点差を3点差と広げています。総合戦力 A の阿鼻子伝高相手にですね、がっぷり四つで戦えてるっていうのはいいかもしれないですね。魔物も使っていないですし、これといった大きな、ね、ミスもなく、戦えているというところもあるので、ここはしっかりこのまま総合戦力 A の高校相手にね、真正面から勝利を取れたらいいなという展開です。最後は平野が締めて、これで2回戦目突破になります。では続いてまた阿鼻子ですね。今度は阿鼻子学院高校総合戦力 C との戦いになります。今回の張り切りボーイは内川ですね。で、魔物を発動してくれているので、必要な、ね、局面が出てくればこれを発動していきましょう。これは飯島の同点ツーランホームランになります。今回もね、少し打ち込まれている展開の中、打ち合いのね、試合になっていますので、ここは躊躇なく内川の魔物を発動させていただきましょう。これは鳥海くんのスリーランホームランです。これはスリーランホームラン、この回スリーランが2回出てますね。
試合が決まったかな。はい、まあ、打ち合いの展開でしたけどね、まあ、なんとか魔物の力も借りて最終的には13対6とオーコールド勝ちを収めています。では、準々決勝ですね。総合戦力 C 桜高校との一戦になります。今回の張り切りボーイは柳谷くん。ここまで打率5割超え、まあ、一発の多い大味な選手が、ね、多い高校に関して、まあ、信頼性の高い打者ですね。7回の表1対5と4点リードの場面ですが、ワンアウトランナー3塁2塁のピンチです。ここで山添くんがね、まあ、こらえてくれるといいんですけどね。この回までは山添くんでいきましょう。この系統の引っ張りで何度も失敗してるんですが、ここはこのまま山添くんにこの回までは投げてもらう。でこの後は3年生リリーフでいくか、もしくはね、オリックスの平野を投入するか、まあ、そのあたり決闘していきましょう。さあ4番内川ですね。ワンアウトランナーが一塁。ここはヒットエンドラン仕掛けていこう。決まったね。ヒットエンドランで今ショートがね、セカンドのベースカバーに入ろうとしたので、結果的に守備位置が打った瞬間にセカンドベース寄りになったので、突破できましたね。これでツーアウト。追加点を取って試合を決めたい、そういう場面になります。これ一発が出たらコールドっていうね展開に持ち込めるんですが、ここはスリーアウト。では予告通り右投手しか残っていませんが、ここはまず平野を投入しましょう。平野については、まあ、来年のねエース候補になってますし、ストレートもねもうこの時点で160キロ超えてます。で球種は3球種、まあ、いずれもね変化量は少ない、まあ、脳筋プレー、ゆえの部分はありますが、それでも3球種投げられるのはかなり貴重な存在なので、この平野はね、こういう勝ちゲーム、しかも点差がある程度あるところでは積極的に使って成長を促しましょう。はい、最後は平野が締めて準々決勝突破になります。次回準決勝ですね。はい、また阿鼻子ですけども、今回は単なる阿鼻子高校、総合戦力 C の高校が相手です。今回の張り切りボーイは榊くんですね。まあ、魔物を発動する可能性のある選手だったんですが、魔物は発動せずというところと、すでに3点ビハインドの展開になっています。早めに追いつきたいですよね。スクイズは少し危険なので犠牲フライ狙いでいきましょう。これは犠牲フライにはなる。1点差に迫れるかな。で榊くんですね。榊くんもねホームランは打てる力はあるんですけど、打率がねご覧のようにかなり低い状態になってますね。下位打線はねしょうがない部分はあるんですけど、まあ、上位打線でね点を取ってもらいましょう。さあ2アウトランナー3塁1塁6回の表ピンチの場面になります。ここは伝令使っておきましょう。早めにで9番の横松くんというところなので、ここはね0点で切り抜けたいそういう場面ですが、ヒヤッとするあたりは切れていく。ワンエンド2から打たせてスリーアウト。ワンアウト、これがですね三塁一塁とピンチの場面で悪いプレーが出ましたね。今のプレーなんかはこれで点差が2点差と開いて、ここはゲッツーで切り抜けてほしい。たださっきのプレーはよろしくなかったな、さすがにね。ここは点を取りに行かなきゃいけない。7回の裏残すところね8、9と2回になってますからね。これで3点差となるタイムリーを打たれてしまった平野。平野のね、ここで踏ん張りを見せてもらって、残り8回9回と2回の攻撃でなんとかね、切り抜けたいなというところですね。
さあ9回の裏、谷岡くんっていうね、1年生でしかもテンションだだ下がりの選手が出てきてますね。ここはなんとか逆転の糸口をつかみたいなというところかな。加賀くん、魔物を発動しない。魔物をね、発動してくれるとね、一気にこの3点差というものが近くなってくるんですけどね。これはセカンドゴロ、ワンアウト。準決勝で消えるわけにはいかない。残りの選手で発動しそうな人がいるかどうかでね、まず立花君発動する可能性あり。立花君ぐらいかな、発動する可能性があるのは。そしたら立花を一度送り込んでみましょう。魔物発動しない。発動しなければ変えます。寺岡君に変えましょう。さあ、闘志あふれるバッティングを見せ、まずはランナー出てもらいたい。これはよし、レフト前ヒット。そして1番に戻ってきます。ここからね、なんとか巻き返しをお願いしたい。1番、1年生の相手ピッチャー谷岡君ってどういう選手なんでしょうね。143キロ。うわ、でもこれ1年生だけどフォークの変化量が、5、スライダーカーブが2持ってますね。いや、決して弱い選手ではない。これは打ち上げた。ツーアウト。ツーアウトになります。さあ、飯島くんですね。ここはつないでもらいたい。これはさあ、ショートフライでゲームセット。甲子園の連続出場も止まってしまいましたが、そしたらですね、平野が3年生に上がった、来年夏の甲子園大会を目指していきたいと思います。